やめチャンネル TV 始まるよ。皆さんこんにちは、やまチャンネル TV のやまけんです。やまチャンネルクソゲーコレクション、略してあこれね。はい、ということで今日はねこちらご紹介したいなと思います。スーパーファミコン、あーこれねって今とっさに出てきたんでね、何の解説もないですけど、これね紹介していきたいと思います。キャプテン翼 J というスーパーファミコンのソフトなんですよ。でキャプテン翼ってキャプテン翼3、キャプテン翼4、キャプテン翼5ってテクモさんから発売してたんですけど、まあ、そのシリーズが終わってなのかな、今度キャプテン翼 J っていう商品名で、まあ、バンダイさんからこれは発売されたソフトです。でまあもちろんねキャプテン翼を題材とした、まあ、ゲームになっていて、まあ、翼っていうとどうしてもなんかね期待値上がっちゃう人多いと思うんですよ。翼ファンも多いしね。でちゃんとしたサッカーゲームになっています。であっちのもう一個の方の翼、キャプテン翼3、4、5は結構シミュレーション要素が強いっていうか、ね、必殺技同士戦って、ね、こっちの必殺技の方が強いとかっていう形で進んでいくんです。これはねアクション要素がまあ強いサッカーゲームにはなってます、なってるんですけど、こんな感じでね試合進んでいくんですけど、なんかどこにいるか分かんなくなるんですこれ。なんていうのかな、普通さこうやってコートが、じゃあこれがサッカーコート、ここゴールがね、これ敵チームのゴール、味方チームのゴールって言ったら、まあこっちにずっと攻めていくから大体分かるじゃないですか、今この辺でボール持ってるとかね、このマップみたいなの出てくるんで、まあ、ここにいるなって分かるんですけど、なんかねこれねやってると途中でどこにいるのか、でどっちに、上に攻めりゃいいのか下に攻めりゃいいのかもなんか分かんなくなるっていう、そんなね不思議なゲームなんですよ。これヤマケンだけかな、ヤマケンだけかもしれないですけど、ね、でキャラクターもねしっかりいろんなキャラクター登場するし、すごいこれ説明書読む分にはやば超面白いんじゃないのっていう、ほらコンサート3兄弟とかねも出てきますし、すっごい面白そうなんですけど、思いっきり期待して遊ぶとうんっていう、そんなゲームです。じゃあ早速ちょっとプレイの方していきたいと思います。はい、じゃあプレイの方していきます。キャプテン翼 J、 じゃあエピソードモードでスタートします。ニューゲームでね。で物語としてはそのリアルジャパン7からスタートします。ヒューガとミサキ、だ翼がブラジルに渡ったのかな。でヒューガとミサキがまず全日本チームに入りますと。で翼がいないからもうこの2人、今の日本ワールドユースの、まあ、エースの2人になるんですけど、はい、全日本に入ってもう優勝したいということを言い出します。でね物語としてはお友達の浦部くん、小学校で一緒にやってたのかな、そんな強くなかったんですけど、その浦部がものすごいコーチに鍛えられてすげえ強くなって登場するんですよ。でお前らごときに優勝できるかみたいな話になって、でヒューがこんな性格なんでなんだってなって、じゃあ勝負しろというところでからスタートしますね。ちょっと物語これずっと見てると長くなるんで、そんな話で、じゃあ実際じゃあ7対7で1回試合をしてみようということになって、全日本はほら今回メインメンバーです。ヒューが新田の2トップで、ミッドフィルダー三崎と武志沢田ね、でディフェンスが松山と慈瞳で、ゴールキーパーが森崎と、今の全日本の最強メンバーになります。で相手チームがその浦部を筆頭に日野、弓倉、吉川、岡野、まあ今の翼のゲームやってる人はおなじみのメンバーなんですけど、この辺の選手が初登場
という形になります。で、まあ、物語はいいんですけど、とにかく試合をしていきます。この試合がね、ほんと厄介なんですよ、このゲーム。まずキックオフで下に攻めなさいってなってるでしょ。はい、だからまあ下に攻めていきます。で、敵当たる、これね、連打でね、あの連打が早い方が勝ちと。ギリギリ勝ったで攻めていくんですけど、今どこにいるかっていうのがこれね、分かりづらいんですよ。あの動画見てる人はあの下の真ん中に今この辺にいるよっていうのが出てるんですけど、だからゴールキックでもこっちまで来たらおかしいよね、まずね。実際プレイしてる分にはあの上の画面を見ているので、今どうなってるかが分かりづらいっていう。で、下に攻めろ。あ、ちょっと待って、全然攻められない。やばい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 。はい、はい、取った取った。で、下に攻めるってなってるから、下を押したら今度上行っちゃうっていう、今ね。これ方向感覚がなんかね、なんかおかしいんですよ、これ。あ、決められちゃった、そんで。森崎。はい、リアルジャパン攻め行って。じゃあ攻めます。で、これ毎回連打だから、これ一択なのね、手が。あ、強くない？ヤマケン強くない？あー、これは連射機能ついてなんて厳しいよね。で、どこ、ゴールが見えない。見えた。見えたからシュート打ったけど全然ダメと。で、ほら、敵もさ、だって上に普通攻めてくるでしょ？こっちが下に攻めてたんだから。なんかこう視点の切り替えがね、よくわかんないっていう。パス？パス？あ、ちょっと待って、ちょっと待って。ロングキック。はい。誰もいない。必殺シュートちょっとお見せしたいんですけど、あ、来た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 。で、下に打つ。イーグルパス、イーグルパス来た。ネオタ、あ、打てない。うん、分かりづらい。これどこに誰がいるのか全然分かんないんです。これ取られた、取られた。敵もね、なんかね、急に横からパーって出てくるような感じなんですよ、これ。でもゴール前、ほらほらほら、ゴール前。あぶらあぶら、決められちゃった、決められちゃった。今必殺シュートしますからね、意地でも。で、下に攻める。あっ、連打で。痛いって、これ痛いって。10代の頃だったら痛くないんだけどね、これ連打してもね。はい、ほら来た、必殺技。見て、タイガーオーバーヘッド。うー、連打、これも連打、もう全部連打だから基本ね。いった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 、落ちた。ゴールと。こんなゲームですね。だ、なんだろう、なんか視点があれなのかな。だ、敵も下に攻めてくるって、上だよね普通ね。こっちが下に攻めてたんだから。で、じゃあほらほらほら、視点がおかしいんだって、これ。なんか、どっち攻めんのって一瞬わかんなくなるの、これ。で、ほら、上に今行ったのに、今度下に攻めなきゃいけないみたいな。パワードリブルかな、これ。パワードリブル、あ、取れちゃった。パワードリブル取られちゃった。ちょっと待ってね、こんな感じでいいかな？わかっていただけましたか？じゃ、ロングキック。誰かシュート！もう、ね、距離感が分かんないから、どこにパス出すか分かんないっていう。いや、それなりにでもね、こうやってね、やっていくとね、熱中はするんですよ、このゲームね。あ、打ってきた、打ってきた、さささ、ユミクラ。ああ、痛い、よし、よし、これ、腱鞘炎になるね、下手したらね。もしくは次の日、筋肉痛。よし、パワードリブ、パワードリブ。あ、シュート打っちゃった、シュート打っちゃった。マーク、ブロック、ブロック、ブロックしてもしょうがないよね。なんでこっちでゴール前まで来ちゃうのかね。で、ロングキック、ロングキックは全然いかないっていう。で、下に攻めてくるでしょ、今上だったよね。っていう、こんなゲームになりますね。伝わったかな。だ、まあまあ、そのやっていくとね、やっぱ翼のキャラもあるし、あと結構なんか中毒性がある感じはあるので、
まあ、ついついハマってはいくんですよ。ほらもうこれ下に攻めなきゃいけないとかね、理不尽だなと思いながらもうついついハマっちゃうっていう、まあ、そんなゲームです。ちょっとね、喋りながらだとエンディング取りづらいので、じゃこれもうスルーで攻撃してもらって、あ、いい、いい、1点取っていい、1点取っていい、なんか必殺打ってんじゃない、下だ下だ下だ、はい、もうダメだ。はい、ということで本日はキャプテン翼 J ご紹介いたしました。じゃあまた次回ヤマケンが思うクソゲーソフト紹介していきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします。今回はありがとうございました。今日は少しだけ疲れる日だったな、明日はいいことがあるといいな、今日のキラキラは今日のうち消えた、明日のキラキラは明日探そう、なんとなくのんびり、なんとなく楽しい、山チャンネル TV、また見てね。